メイクがしっかり落ちるのにお肌がもっちもちになりました。こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、はい、始まりました、みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。今日もお願いいたします。お願いします、はい、今日のみさきの部屋は、うん、はい、最近私が出会った最強クレンジングを紹介したいと思います。最近、うん、私、うん、すっごいこの毛穴の開きだったり、うん、詰まりっていうのがすごい気になったんですよ。うんうん、僕も気になります。気になってた方もすごい多いと思うんですよ。この原因っていうのは、うん、皮脂の詰まりだったり、うん、不要な角質が溜まっていってしまったりっていうのが原因なんです。なるほど。で、うん、最近いろんなものを試してみてすごく良かった、最近出会った商品がこちらです。デュオのクレンジングバームです。このクレンジングバームは、うん、独自技術で作られた毛穴クリアカプセルっていうのが汚れをすっきりと絡め取ってくれる。そして毛穴と肌に対してほぐす、柔らかくする、整える、引き締めるといったこの4段階でアプローチしてくれるアイテムなんです。で、ダブル洗顔不要でメイクもしっかり落としてくれるのに、まつエクにも使えるんです。アイリストの美咲さんからしたら結構いいですね。はい、めちゃくちゃ感動です。そして、うん、さらに、うん、クレンジングだけじゃなくて、うん、洗顔、うん、角質ケア、うん、マッサージ、うん、トリートメント、うん、といった5つの機能を兼ね備えた万能アイテムなんですよ。なんかすごいね。はい、では実際に使っていきたいと思います、うん、はい、では実際に出していきます。開けるとここにスパチュラがついてるので、このスパチュラで取っていきます。最初はちょっと手元でやっていくんですって。少しでやっていきますね。で、結構最初は固めのバームなんですけど、この肌の体温で少しずつ溶けていきます。すごい、見ただけでも結構柔らかくなってるの分かりますかね。結構とろーっとした質感になっていきます。実際にやっていきたいと思います。今しっかりメイクした状態ですね。顔に使うときはだいたいさくらんぼくらいの大きさですね。こんな感じです。これをおでこから鼻とここですね、本当に薄くいきます。皮脂が多いこのおでこの部分から少しずつなじませていきます。だいたいなじませの時間は1分くらいですね。本当に優しく優しくなじませていきます。ちょっと角質が気になる鼻周りですね。肌になじむ感じがすごい使っててわかるんですけど、本当にとろーって感じでしっかりなじんでいくような感じがあります。吸い付くような感じの。あ、そうですね、なんかしっかりこうなんか保湿もされてるような気もするんですけど、でも汚れもしっかりこうキャッチしてるような感じがあります。包み込まれてる、そんな感じですかね。そうですね。で、ある程度全体になじんだら、一番皮膚が薄いこの目の前ですね、もうしっかりなじませていきます。もうまつエクにも全然使えるので、結構気にせずなじませちゃって大丈夫です。それでも気になる人はやっぱりちょっと綿棒とか使ってあげた方がばらつきとかはなくなるかなと思いますね。ちょっと変な顔してます。でもそのメイク落としてる時ってみんなそうなるよね。なりますよね、うんうん、下まつげとかしっかり落とさないと、うん、でこれはね、美咲さんはちょっと動画でやってるけど、皆さん大体見せたくないところだね、女性がね。全然もう NG なしです。ですよね、何でも OK ですよね。はい、この顎の顎じゃない、唇のこの下も結構角質溜まりやすいので、こうしっかりめになじませてあげて、口角とかやってあげるといいと思います。何分くらいやったらいいのこれ。だいたい1分やったら流してあげた方がいいです。やりすぎも良くない。なのでこれでちょっと流していきます。流してきました。ちょっと汚れてやったんですけど、こんな感じで流してきました、はい、流す時のポイントはちょっとこう乳化するように、お湯を少しずつ、ぬるま湯を少しずつこうなじませながら乳化して流してあげてください。で、洗い上がりなんですけど、私結構クレンジング、どのクレンジング使ってもこう突っ張りがすごい気になったりとか、結構乾燥がすごいのでピリピリするっていうのが結構多かったんですけど、このデュオのクレンジングバームは全然突っ張りもないし、洗い上がりが触った感じが結構こうもちもちするような
感じがすごい特徴的で、すごい良かったです。なので、私みたいに乾燥が気になる方だったり、毛穴詰まりとか開きが気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。はい、はい、ということでね、クレンジング、終了しましたね、はい。やっぱなんかちょっともちもちしてるよね、本当にね。何もつけてないもんね。はい、何もつけてないですよ。寝るときはもうこのまま、はい、化粧水つけてしっかりと保湿して寝ていただければ大丈夫って感じだよね。はい、なんか気をつけるポイントみたいなのある最後、まあ、そうですね、うん、のたっぷりこう使用していくので、うん、洗い残しが出やすいのが、まあ、気になるかなと思って。洗い残し、はい、流し残しが出やすいのかなと思うので、はい、しっかりと乳化して流してあげるっていうのと、ちゃんと流せたかなっていうのを確認してあげてからケアしてあげてください。なるほど。ということで皆さんぜひ参考になさってみてください。でこれ今店頭でも大人気商品ですね。はい、そうなんです、ね。で、これを見た視聴者の皆様に初回定期半額の機会をいただきました。定期縛りなしで少しでもね毛穴が気になる皆様、下にね概要欄のリンクを貼ってますので、ぜひ、お試し購入なさってみてください。ということで、今日ね動画最後までご視聴いただきありがとうございました。今後もね皆様のためになるように一生懸命動画を作っていきますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.